KT マスターズクラスシリーズランキング、まずは第5位です。176ポイントの有効ポイント TACC 樋口レーシングチーム澤部麻生選手、おめでとうございます。続いてランキング4番手です。シリーズランキング4番手には188ポイントチーム平野新木茂樹選手、おめでとうございます。シリーズランキング第3位は213ポイントを重ねましたアッシュ富田信明選手、おめでとうございます。シリーズランキング第2位です。第2位は 213.6 ポイント、 0.6 ポイント差でシリーズランキング2番手となりましたベローチェモータースポーツ山口雅樹選手、おめでとうございます。そして今シーズン2019年のこの KT マスターズクラス、見事シリーズチャンピオンを獲得したのは3ポイント差でのシリーズタイトルとなりましたチーム平野足立義直選手、おめでとうございます。さあ見事、この最終戦をもってシリーズチャンピオンに輝いたのは足立義直選手でした。そしてシリーズランキング2番手山口雅樹選手、3番手の富田選手と3選手にチャンピオントロフィーが贈られます。変わりましてシリーズチャンピオン足立義直選手にはチャンピオン賞金5万円が贈られます。さらにチャンピオン足立選手には美味しいお米が50キロ、そして山口選手と富田選手にそれぞれお米30キロも送られてまいります。そして、お楽しみ、チャンピオン足立選手には2020年シーズンのエントリーサポートも送られます。さあでは KT マスターズ今シーズンを制しました足立選手でございます。チャンピオンおめでとうございます。ありがとうございます。まずは今チャンピオンに輝いたお気持ちを教えてください。やっと取れました、ありがとうございました。平野さんと健太郎さんとか、新木さんとかにいろいろお世話になって、本当にいつも車整備していただいて本当にありがとうございました。今シーズンKT マスターズクラス1大会2レース制が導入されるというね、また面白いレース展開、ありましたけれども、1年を振り返ってみて数多くのレースとなりましたがいかがでしたか？まず謝らさせてください。ヒート1ゼロ勝です。ヒート2でしか勝ってません。すいませんでした。ヒート男足立義直選手でございました。はい、チャンピオンおめでとうございます。さあでは KT マスタークラスもランキング上位5選手での記念撮影です。よろしいでしょうか？では改めて KT マスターズクラスシリーズ上位選手にどうぞ盛大な拍手をお送りください。